たの大好物のステーキ。でもそのステーキの隠れたコストって知っていますか？1枚のステーキを作るためには 4,560リットルの水が必要です。シャワー4ヶ月分と同じくらいの水です。ステーキになる前の牛はたくさんご飯を食べます。ステーキ1枚あたりトウモロコシと大豆が6キロ必要な計算です。牛1頭は毎日40キロの飼料を食べます。つまりステーキとなる牛を育てるためにまずは大量のトウモロコシと大豆を育てる必要があるのです。毎秒サッカー場1面分の熱帯雨林がなくなっている現状は私たちがステーキやフライドチキンなどのお肉を食べていることが要因とされています。2050年には世界人口が100億人に達すると言われています。100年前地球にはたった18億人しかいませんでした。この増加する人間の肉の需要を満たすために地球上には現在700億匹の牛、豚、鳥、羊を含む動物が飼育されています。畜産業はたくさんのメタン、亜酸化窒素、二酸化炭素などの温室効果ガスを排出しています。実は全ての交通機関を合計した温室効果ガスの排出量よりも畜産業が排出する量の方が多いことを知っていましたか？この温室効果ガスは気候変動を引き起こし異常気象も頻発しています。シカゴの南極よりも寒いマイナス50度を記録しました。その一方で北極では高温により氷河が溶け水位が上昇しています。韓国、中国南部やここ日本で深刻な台風が当たり前になってきています。専門家はさらに多くの超大型台風の発生を警告している現状です。このままだと温室効果ガスの量は増え続け2030年には平均気温が2度以上も上昇してしまいます。これでは後戻りのできない線を越えてしまう。こんな状況の中私たちには何ができるでしょうか？まずはお肉の量を減らしてみることから始めてみませんか？野菜だけでなく最新の技術で誕生した代替肉なども登場しお肉なしでも食事を楽しむことができるようになってきました。肉の需要が減れば土地に木や作物を植えられ水の節約にもつながります。もっと多くの人のために食物を育てることもできるようになります。そして多くの動物の命を救うことにもつながります。